ホールがあるので、はい、それプラスそこに聴衆がいることを想定して、うん、いい感じで、そうです、いい質問ですね。だから実際の演奏空間で練習できるのが一番いいんです、もちろん。でもし普段から演奏する会場と同じ会場でリハーサルとか個人練習をやってたら、実はあんまり上がらなくなります。そこに聴衆がいっぱい来て慣れてくると、空間自体に慣れてくる。なので、演奏空間に親しむ時間をもし作れるなら作っていくといいです。それは具体的には、例えばオリバーンの曲があってリハーサルが舞台上に進んでいて、自分は時間があるときに航路全部くまなく歩き回っていろんな角度からステージを見たり、ステージの下から客席を見たりとかして、後々自分が演奏することになる空間にとにかく感覚的に詳しくなっていくようにしたいですね。この間知ったんですけど、シカゴ交響楽団のトランペット奏者でアドルフ・ハーセスって、この間亡くなった大変素晴らしいプレイヤーがいたんですけど、彼は普段の本拠地じゃなくてツアーとかで違うホールに行ったら、リハーサルの段階とかリハーサル始まる前に楽器のベルをいろんな向きに向けてみて、どこが一番響くかっていうのを常にチェックしてたらしいです。それで本番までにどんな感じでどこにベルを向けたりとか、もっと言うとどの曲のどのフレーズの時はどこに向けるかっていうことを把握していくと、結局響くってことは楽に吹けるってことじゃないですか。そういう形で演奏空間を味方につける作業を毎回やってたら、でそうするとどのホールで聴いてもハーセスの音だってなるっていうのが、まあ、有名だったんです。どのホールで聴いても同じように響いてる。それは自分が一番吹きやすい自分のベストの音がこう演奏空間とともになる角度を前もっていろいろ探ってたからですね。答えます。はい、鳴ってる鳴ってないっていうのは多分帰ってきてる音を聞いてなんだって、それしかない。だって耳を片方あっちに放り出る客観的に聞くなんて不可能、 100% 不可能。MP3 で録音しても全然客観的じゃないです。いっぱい音を削ってるので、ね、音程の傾向とかが浮き彫りにはなるから、実際よりかなり厳しいフィードバックを得ることができる。例えば録音したりする。そうすることで自分の傾向を誇張して把握することはできるんだけど、でも聞いてるものは実際よりが多分ひどいです。MP3 の録音とかで聞いてる自分の音は自分の実際の音より悪く聞こえます。ただ自分の傾向の把握とかに役立つ。そういう意味での客観性はあるんですけど、だって。昔までついこの間まで誰も録音して聞けなかったんですよ、自分の音。もうちょっと前までチューナーもなかったし、メトロノームもなかったので、そもそも音楽の歴史の中で客観的っていうのがそんなにないはず。まあ、実はあれですよ、信頼を受けた音楽の先生からのフィードバックを通じて、聞く耳を養ってはいたんです。だから録音とか機械のフィードバックよりかは、この人の耳は信頼できるって人の耳を借りた方がいいと思います。本当に信頼できる人の意見を聞くっていうのが一番いいフィードバックだと思います。まあ、環境的に、ね、なかなかそれが得られないから機械で代用するんですけども、
聞くものは、まあ、ただ自分が出してる音っていうのはここで出してる音が体の中で伝わって聞こえてる音もありますし、楽器で一回まずここで鳴ってる音もあるし、その時の空間から反響して返ってきてる音もあるので、そのそれらの音のミックスを丸ごと一個として聞く必要があるんですね。こう分けて聞くんじゃなくて丸ごと一個として聞くっていうのがベース。それに対して信頼を受ける耳の持ち主が、今のはこうなりだよ、今のはそばなりだよってフィードバックをくれる作業を通じて、ミックスワンパッケージの音で、あ、これが遠なりなんしてる時なんだな、これがそばなりしてる時なんだなって、だんだんそのワンパッケージで区別が作れます。感じかどうかじゃなくて、今のが自分の望んでる音かどうか、そっちは結構特に今日集まってる人は判断できると思います。何年か真剣に音楽をやってたら、今自分が奏でてる音楽が自分の望んでるものなのか、全然望んでるものと違うものなのかっていうのは、いいか悪いかの感じなんじゃない、望んでるのか望んでないものなのかっていうのは判断できると思うんですね。望んでいるっていう時点でちょっと言えません。うん、まあ、ちょっと複雑な話でしたけど、皆さんついてこれた、まあ、分かんなかったらいつでも。人が明確だと人の意見に左右されない。でも日本の教育とかやっぱ音楽の教育って先生からの意見から結構大事なんですよ。私もそうなんですけど、人からの意見の方が自分の意見に大事になってて、はい、それが多分なんか自己否定の気になってるなと思って、人からの意見のおかげで自分が伸びるなら、人からの意見大歓迎。でも人からの意見を聞いてる結果、自分がやりづらくなっていく、できなくなってきてるなら、その時にその人からの意見は役に立つなんです。で、その時に、役に立ってない、有害になってるにもかかわらずまだ人の意見を優先してるってことは、自分を自己否定してるってことなんです。自分にとって有害なのに自分を否定して他者を肯定してるなら、まあ、これはただ音楽の話に限れば、状況によってちょっと変わってきますけど、今の話の文脈ならそれが自己否定になってるってことになります。だから自分が良くなるために自己肯定する。もし自分の意見を押し通してね、ボロカスな演奏だったら誰も言いたくないですよ。もし僕がさ、今から皆さん一人一人に、
と魔法のワードをあげます。それをさえ考えてやってくれば、あの1週間後にワールドクラスのプレイヤーになってますっていう、もし本当にそんなことがあれば、そ言う通りにやるでしょう、ね、もちろんそんなのないですけど、ね、だからさっきの話とちょっとあの近づいてですね、その自分が望んでることにつながる、望んでることのためになることであれば、自分の意見でも他人の意見でも大歓迎です。で自分の望みを優先するということになります、ね、ベースライン。